皆さん、こんにちは。洋上大学の福永です。今回は八白土星の方の2021年の占いをしていきたいと思います。まず、総合運。八白土星の方は、今年は打球同会といって、喜び事が増える年となります。恋愛、結婚、パーティー、趣味やスポーツなど、身の回りで楽しいことや、喜ばしいことが次々に起こります。また、異性運に恵まれる、モテ年となります。 異性から興味を持たれることも多くなりますが、自分自身も異性や恋愛への関心が高まり、出会いのチャンスや付き合いも多くなっていきます。家庭運も良好で、家族で出かけたり、レジャーを楽しむ機会も多くなります。ただ、恋愛にのめり込みすぎたり、楽しい遊びに夢中になりすぎて、周りが見えなくなるくらい宇頂点になっていると、大変な失敗やトラブルが起こります。気の緩みによる仕事のミス、病気や怪我、 浮気、不倫、DV、詐欺被害など、特に周囲との喧嘩や口論が多くなるのもこの年の特徴ですので、感情をコントロールしながら常に冷静にいられるようにしてください。また、この年は胸部疾患や手術に関わることに注意が必要です。少しでも体調が悪いと感じたら早めに病院にかかるようにしましょう。恋愛、結婚運です。出会いの機会は多く、 趣味の話で盛り上がり、恋愛へ発展するケースも多いでしょう。結婚を希望されている方にとっても、今年は最高のチャンス年となります。すでにパートナーがいる方は、独占欲が強くなって相手を束縛しすぎてしまったり、つい言い過ぎて喧嘩になることもありますので、気をつけてください。恋愛結婚運アップの月は7月、10月となります。続いて金運です。金運は悪くありませんが、 予期せぬお金も入る一方、出ていくお金も多い変動の激しい年となりますので、浪費しないように気をつけてください。特に今年は無理しすぎると、えー、資金繰りが厳しくなって運気もストップしてしまいます。来年は変化を求められる節目の年となりますので、変化に対応できるようにしっかりと準備しておきましょう。最後に吉報医協補イです。吉ポイは北東、北、 強法医は南東、南西、西、北西、東となります。これは毎月木っぽい強法医というのは変わるんですけれども、1年を通しての全体の木っぽい強法医としてお使いいただければと思います。引っ越しや旅行の参考に使ってください。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。